第一管区パトロール無事終了しました。ご苦労。木曽谷付近に巨大な物体が落下したらしい。直ちに出動します。隊長、今度は我々が。私も行きます。うん、蘇我、アーマイン、まあ待て。子供の連絡で当てにはならんが、念のため一応調べておきたい。古橋団、二人ですぐ飛んでくれ。はい。場所はここだ。 ちょっと楽しみます。ああ、木曽谷のこの辺へ行きたいんですが。え、そこならあの山の裏側ですがね。いやー、ここしばらく誰も人の入ってないところだから。うん、おおおおいや、あ、おい、ほら、俺の魚返せ。ほら、おい、 どこ行くんだ。おい、ついてねえな。危ないとこだったわ。あなたにはまだ大事な役目があるのよ。さあ早くお逃げ。注意しなきゃダメよ。 近くの娘ですか。さあ見かけないね。それにしてもひどいことしよう。じゃあ我々は目的地へ向かいますから。川の流れが聞こえる。あれだ、行ってみましょう。 その前に武器の点検だ。まだ見ぬ敵だからな。よし。
焦げてますね。これは大気圏に突入した時の摩擦熱によるもんだ。船の形から見て地球のもんではないな。入ってみますか。方たちなのね。びっくりしたわ。びっくりしたのはこっちだよ。どうしてこんなところに。ここまで追ってこないと思ったからよ。隠れ家にはいいわね。なぜあんなことしたんだい。人間に食べられるなんて魚がかわいそうだわ。待てよ、女の子の足であの険しい山道をどうして我々より先に来ることができたんだ。それに呼吸一つ乱れてない。靴も綺麗だ。変だ。ここにいては危ないよ。君には分からんだろうけど、これは宇宙人が乗ってきた宇宙船なんだよ。え？ウルトライが盗まれた。フランシュタイン、フランシュタイン、どうしたんだ。麻酔ガスを浴びされたんです。彼女を頼みます。おいダン、どこ行くんだ。おい、お君、はい、おい、しっかりしろ。敵は僕の正体を知り、秘密のウルトライを奪ったに違いない。何者だろう。恐るべき奴だ。何としてでも奪い返さねばならん。ウルトラアイは僕の命なんだ。何、ダンが行方不明。ああ、キソ谷一帯を探し回ったんですが、どこにも。そが、はダンからの連絡は。ありません。もしかすると宇宙人に。そう簡単にやられるような代物ではないよ、諸星ダンは。しかし万が一ということがあります。現場へ飛びましょう。待て、ダンがあるいは何かを掴んでいるかもしれん。彼に期待しよう。その頃、諸星ダンは必死に敵を追い求めていた。困ったお嬢さんだわ。注射もさせないし、おでこに手も当てさせないのよ。それで容体は。まだ苦しそうです。どうしましょう。よし、僕の責任だ。見に行ってきます。頼む。ダンは敵を待った。だが何者も姿を見せなかった。やめて、触らないで。さあ、おとなしくして。アンヌさんはね、我が基地の誇る名医なんだよ。基地に働く300名の隊員たちがみんな健康なのも
彼女のおかげなんだよ。悪いことは言わない。さあ、アヌさんにちょっとだけ見てもらいなさい。いいの。私もう何でもないわ。この通り元気よ。私、触れたくないの。誰にも。わがまま言うんじゃないよ。せっかく親切に。古橋さん。もういいのよ。何もしないわ。わがまま言ってごめんなさいね、アヌさん。私とっても眠いの。ゆっくりお休みなさい。ダンよりあんね。ダン、一体どうしたっていうの。本部に連絡もしないで単独行動を取ったりして。隊長がプリプリよ。今それどころじゃないんだ。それより古橋隊員が基地へ連れていった少女は、彼女ならベッドでお昼寝の最中よ。アンヌ、彼女を絶対基地から出してはいかん。厳重に見張りを頼む。うん、分かったわ。こちら警備隊。何、湖から大怪獣が出た。それで現場どこだ。現場だよ。東湖です。木曽谷の東湖ですよ。木曽谷の東湖だな。よし、了解。木曽谷、宇宙船が不時着した地点ですよ。ダンに問い合わせてみる。古橋、呼び出してくれ。はい。本部より隊へ。本部より隊へ。Thank you.
ら本部ダン音はありません。ビデオシーバーの故障と思われます、うん、ということはダンの上に何か事故が。隊長、現場へ飛びましょう。よし、ウルトラホーク1号出動スタンバイ。はい、ウルトラホーク1号出動スタンバイ。向かってくるぞ。攻撃用意。はい。地上戦だ。フラッシュ、着陸しろ。了解。Wait, wait, wait!
盗み損なうなんて地球を甘く見すぎてたわね。でも諦めたわけじゃないわ。もっと強い怪物を育てて今度こそ地球上の人間を皆殺しにするのよ。素敵だわ。そうなったらあの美しい星は私たちのものになるのね。きっと成功するわ。地球人の男性は可愛い子に弱いってことが分かったんだもの。